こんにちは、はるです。はい、今回は韓国通販の服のレビューをしたいと思います。皆さんご存知の通り、韓国通販ってかなり店が多いです。もうほんとね、質も値段もかなりピンキリで、もうすっごい安いけどちょっともう一回洗濯したら着れないような服もあるし、本当に質も良くておしゃれで可愛い服とかも本当にねピンキリなんですよ。だからどこで買ったらいいかわからないっていう方も多いと思うので、今回私がちょっと大人女子向け、アラサー以上向けの落ち着いた韓国通販の服をレビューしたいと思います。今回レビューするのはデイリールックという通販サイトです。日本語対応していて、ホームページとかも全部日本語で説明が見ることができます。4着ぐらい、4セット手に入ったので、そちらをレビューしたいと思います。はい、まずは1着目です。こちら、じゃん、ネイビーのワンピースとカーディガンのセットです。こんな感じ、中はノースリーブのシンプルな感じのワンピースで、下の部分がフリルになっています。それとこうやって肩にちょっとさらっとかけやすいシンプルなカーディガンのセットで、こちらのカーディガンはボタンがついてないタイプなんで、なんかねちょっと洗練されてますよね。ここにボタンがついてるとちょっと、あ、ボタンだなみたいな目立っちゃうんですけど、ボタンがないタイプのカーディガンです。これはシンプルで可愛いなと思いました。で、この2着のこのカーディガンとミニワンピースのセットのお値段がですね、4420円です。7月の10日から7月15日まで 10% オフ、なんと全品 10% オフっていうのがやってるそうなので、それで割引が効いて、4420円のワンピースカーディガンセットが3978円になって、で会員登録したら200円分のポイントがもらえるから3778円になります。ワンピースとカーディガンのセットで3778円です。4000円切ってます。これ結構お得なのではないでしょうか。お次はね、こちらです。シンプルな黒のワンピースです。下がねこうやって細めのプリーツになっています。ちょうどいい膝下ぐらいのとこで切り返しプリーツになってて、細プリーツでちょっと大人っぽい感じですね。で、正面はこういう普通の襟なんですけど、後ろがこうやって V のカッティングになってて、後ろ姿がとても綺麗です。これちょっと背中を見せたりとか髪の毛を結んだ感じでコーディネートしたいですよね。後ろのカッティングが綺麗だからね。で、こちらが7710円ですね。で、10% オフ、全品 10% オフがあって6939円になって、で、新規会員登録の200円分のポイントを使ったら6738円になります。生地的には、あの、下着が透けるとかそういうのは全くないです。で、結構シャリシャリ感のある生地、もう完全に夏物の涼しげなシャリシャリ感のある生地です。だからね、生地が薄いというよりは、こういうもう夏、完全に夏だから涼しげな生地でこうやって作ったのかなっていう印象ですね。で、全然私が着ている映像を見てわかる通り安っぽさはないです。生地がテロテロだとか、形が、シルエットがちゃんとしてないとか、そういうのがないので、納得の質とお値段ですね。これね、ほんと涼しいです。風通しがすごくよくって、夏にぴったりの1枚あったら結構もうさらっと着ていろんなところに出かけられますね。ちょっとカフェに行こうとか、むしろちょっとホテルにお出かけとかディナーとか、そういうのも本当にオールマイティに使えるシンプルな黒のワンピース、夏のシンプルな黒のワンピースという感じで、こちらもおすすめです。それでは次のもう一枚見ていきたいと思います。シルキーノースリーブトップスと、これちょっとテロテロ系のかなり涼しげなゆるっとしたシルエットのノースリーブのトップスと、こういう涼しげなテロっとした生地の長めのパンツのセットです。これセット、私セットの服が好きなんですよ。なぜって、コーディネートを考えなくていいから。めちゃめちゃ動きやすいし、しかも生地がサラッとしてる、シルキーだからすごい涼しかったです。で、私今回この服を着てね、
韓国から日本に行く飛行機に乗ったんですけど、飛行機の中のくつろぐ服に最適です。結構長めのフライトとかでもかなり快適にゴロゴロできると思います。アクセサリーとか小物と合わせたらすごい高級感出て可愛い服ですね。で、あんまり日本で見かけない感じのスタイルだから、大人の韓国女性、ちょっと女優っぽい雰囲気みたいな、そんな感じが出ます。女優のバカンスみたいな感じの雰囲気が出る服なのではないでしょうか。これウエストがゴムだから全然サイズとかね、すごい選ぶ必要がないんじゃないかって思います。あのね、韓国のネット通販結構ね、お洋服が小さい、あのフィットしすぎる、体にぴったりしすぎるってことがちょいちょいあるんですよ。私もちょっと失敗して、そういうので全く着れない服を買ってしまったりしたことがあるんですけど、ここは結構大人女子向けなので、シルエットがゆったりめ、体のラインが出すぎない風に作られています。結構上品な作りです。上下セットで5140円です。で、期間限定で全品 10% オフなので4620円になります。新規会員登録した200円分のポイント引いたら4426円です。上下セットで4400円だから上下で2200円程度なんですよ。こちらもおすすめです。それでは最後の一着見たいと思います。これね、すごい可愛かった。こちらですね。わかるかな？コットンのロングワンピースです。こちらね、ちょっと着た映像を見てもらうとわかるんですけど、すごく可愛い。夏のなんだろうな、お出かけ、公園行ったりとかそういうのにぴったりですね。で、ウエストの部分にタッセルがついてて可愛いです。タッセルもちょっとボリュームが欲しいかなって気持ちにはなるんですけど、まあまあまあ、ウエスト結んでね、あんまり大げさじゃない方がいいのかなって気もするし。で、これウエストがゴムになってるんで、こちらもね、サイズ感は大きすぎるってことも小さすぎるってこともないと思います。小さかったらこうやって伸びるし、大きかったらウエスト結べるからね、結構いろんな人が着やすいんじゃないでしょうか。で、私このワンピースで一番気に入ったのは、あの結構こういう綿のやつって透けるんですよ。中がふわふわして可愛いけど、1枚だとやっぱね透けちゃうんです、光が当たった時とかね。でもこれ裏地付きです。こんな感じ、中透けないようにしっかり、しかも涼しいコットンの、同じコットンの生地の裏地が付いてるんで、こうやってめくれても安心だし、中のパンツとか下着が透けることもないです。こちらベージュとネイビーがありました。で、今回ねちょっと涼しげに着たかったのでベージュの方にしました。こちらが6850円で、期間限定 10% オフして6165円になります。で、200円引きポイント使って5965円になりました。これね、1着で結構もうさらっと着て出かけられるんで、これもかなりもう毎日使える、毎日使える、かなりヘビロテする服ではないでしょうか。で、私もそうです、ヘビロテ服になってます。こちらは8000円から送料が無料だそうなので、だいたい2着ぐらい買えば送料無料になります。私のおすすめとしてはカーディガンとミニワンピースのセットと、あとあのシルキーなテロッとした生地の上下セット、あれがおすすめです。その中で例えばカーディガンだけ使ったりとか、ミニワンピだけ使ったりとか、あのシルキーな上下セットで上をあのトップスにして、下を手持ちのスキニーデニムに変えたりとか、結構組み合わせがね、いろいろできるし、このサイトセットものとかおすすめですね。で、一発で一着で決まるからね、コーディネート考えなくて済むし。はい、で最後におさらいしますと、期間限定であの全商品 10% オフっていうのがやってるので、その期間に買った方がお得です。もちろんその後でも買いたかったら買えると思うんですけど、ぜひその期間、安くなってる期間に買ってください。あと私の今概要欄に書いてある URL から会員登録すると200円分のポイントがもらえるので、それで200円オフにもなるので、それもさらに追加してお得に買ってください。で、他にも結構ね、韓国風、韓国の大人な女性のコーディネートがすごくいっぱい載ってるので、とにかく見てみてください。こうやって着るのが韓国っぽいのかっていうのが分かると思います。結構あの10代向けの韓国通販は多いんですけど、大人女子向けの韓国通販でちょっとコーディネートの参考になるとか、あ、
こういうのが韓国の大人の女性なんだみたいなのがよくわかると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ちょっと長々と今回服のレビュー初めてだったんですが、いかがだったでしょうか。あのね、着ててすごい楽しかったし、フィット感とか服を着た感じ、すごいなんかキラキラって感じで、私も今回楽しかったです。それでは今日はこんな感じです。韓国通販デイリールックの服をレビューしてみたでした。アニヨン。下から見てみてね。